学校法人二川学院は、兵庫県西宮市高等園二丁目に事務局を置く。学校法人である。兵庫県西宮市のカトリックミッションスクールであり、修道母体は、コンベンツアルセーフランシスコ修道会。幼稚園から高等学校までを設置。各校は、カトリックミッションスクールとしては、稀な教学生を採用していることでも知られる。学院は、 西宮市内の閑静な住宅街の中に立地しゆったりとした清楚な校風があるが、カトリック校としてキリスト教主義教育を行っており、服装の乱れや礼儀の指導が細かく厳しいのも特徴の一つである。また学院はキリスト教に由来するため宗教色の強い傾向を持つのもに川学院の特色といえる。カトリックコンベンツァル聖フランシスコ修道会を 修道母体とするガ川学院は1950年に設立された。ガ川学院の創立は1930年にポーランドから来日した修道士マキシミリアのコルベ神父が日本国内で宣教活動を行う最中に呼び寄せた同じくポーランド宣教師のサムエル・ローゼン・バイゲル氏により成し遂げられた。1936年にコルベ神父は ローゼンバイゲル氏に後を託して、日本への修道会布教の石を作るという、業績の下で帰国。ローゼンバイゲル氏は、その後、二川学院開設に至った。1950年カトリックコンベンツァル、セーフランシスコ修道会が、マリアのその幼稚園を設置、二川学院が開学する。1956年学校法人二川学院に、教育を移行。 二川学院小学校設立1962年、二川学院中学校、高等学校の設立二川学院小学校聖地の、様子奥に見えるのは幼稚園初代幼稚園長ローマン、クエーチェン氏就任。宗教法人役員会において、学校法人設置許可申請及び、土地の寄付の採択がなされた。学校法人設立許可及び、二川学院小学校設置許可を、 兵庫県知事に申請する。小学校社建築開始。初代理事長、サムエル・ローゼン・マイゲル氏が就任し、二川学院が開学する。二川学院小学校が開校二川学院、中学校、高等学校の創立を理事会が決議する。小学校第一回卒業証書授与式を行う。学院科後期の制定。高等学校グラウンド整備。中学校、 高等学校第1回卒業証書授与式を行う。事務局が設置される。第2代理事長に末吉や萩氏が就任。コンベンツァル聖フランシスコ修道会総長が来校する。創立当初のマリアのその幼稚園学院創立15周年式典。追悼密祭始まる。学院の教育理想像であるマキシミリアのコルベ神父が劣勢される。理事長橋口氏がバチカンで 劣勢式典に参加する。学院創立30周年にあたり、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世より祝福分を賜る。阪神淡路大震災により高等学校舎が損壊する。高校プレハブ校舎建設。第5大学院長、第8大中学校、高等学校長、園田義明氏就任。学院生が募金活動を行い、対応国。 バーンチャム弁公に体育館を寄付。1950年創立で、ガ川学院では最も古く創立されたが、当初は宗教法人カトリックコンベンザル、セーフランシスコ修道会が教育を行っており、学校法人ガ川学院に教育が異常されたのは1956年である。概要については、ガ川学院小学校を参照概要については、 二川学院中学校、高等学校を参照二川学院の教育は、キリスト教カトリックの精神に基づいており、カトリック校教育は、キリストは完全な人間の模範であるという概念から、それに近い人材を教育することが大きな目標であるとされている。二川学院は、パックスイボヌムというキリスト精神、平和や善の精神を持つ人々を作り出すことをその目標としている。 そのため、二川学院は関係の深い二人の成人を教育理想像とし、学院長をはじめ園長、学校長はクリスチャンコードに則っ,って現役の神父が担当している。パックスイボヌムはと禅を意味する、この言葉はコンベンツァル聖フランシスコ修道会の創設者であり、教育理想像である足地のフランシスコのモットーである。人は神の似姿であるゆえに、 人の尊厳を保ち神以外の何者も恐れるな、大自然に学び愛い生を思考して創造主に近づけ、自己放棄と祈りを忘れるな思考して、真の知恵を求め余心の愛を保て思考して他者におのが、心を明け若き日に規律と礼儀を身につけよ秩序の中に、終わりゆえに秩序を学べすべてに善を行って、謙虚ことを知るな。ありがとうございます。